Yo, ラップで日記を更新。968日目は本日フルーツ公園から発信。空はピーカン、半端じゃないスパニック。もう一つない陽気の空の下。いや少し出てきた頃なのか。もう少しすりゃサンセット。空も赤く染まり、またロマンティックな心にいざなわれるところ。山梨盆地の風景、むしろの方にはほったらかし温泉。プカプカプつかり、体を休み休憩する。なんでもあり、先も杉並ナンバーはナンバー。車が山梨までぶらり旅ドライブするにもよし。この風景心に焼き付けに、いらっしゃいナイスパニックなこと探し。そろそろ梅の花がまた咲き、フロエンでもキラキラと梅がにやり。その後は桜、その後は桃。いろんな花、フルーツ、果物囲まれながら我が地元を紹介。ナイスパニック、ダイアリーを更新。ポニーフリースタイル日記でナイスパニック。